建国記念の日の今日は大変いいお天気でした。そこで海の中道海浜公園のドッグランへ行ってきました。ドッグランは2月から無人になったそうです。受付は海浜公園の料金所で一緒に行うそうです。中に入る前にいつものように休憩エリアでコーヒーを飲みます。ドッグランが無人になったので料金所でパスポートを渡されました。常に首からかけておいてほしいそうです。これからドッグランの中へ入ります。ドッグランの後はお散歩です。建国記念の日は建国をしのび国を愛する心を養う日だそうです。もともとは日本の初代天皇である神武天皇が即位された紀元前660年2月11日を紀元節として明治5年から昭和23年まで祭日にしていましたが、戦後 GHQ 連合軍総司令部が廃止したそうです。その後復活の動きが高まり、紀元節から建国記念の日と名前を変え、昭和41年に国民の祝日として認められ、翌年から適用されたそうです。記念日ではなく記念の日とのがつくのは建国の日付が確定していないからだそうです。神武天皇は古事記日本書紀に出てくる初代天皇です。この神武天皇即位の日である紀元前660年2月11日を公期1年とするそうです。よって今年は660年プラス2020年で後期2680年となります。ちなみに紀元節が制定された明治5年当時、日本人のほとんどは神武天皇などという名前は聞いたこともなかったそうです。
今日の博多の町はとても暖かくて、博多湾も波穏やかです。今新型コロナウイルスのせいで日本中大騒ぎしていますが、早く今日の博多湾のように穏やかに落ち着いてほしいものです。ではまた。